INTJ だからか、自分は周囲から浮いてしまうから、どうしたら周りから調和できるかは探していますねと。はい、まあ、調和しようと思うんだったら F ですよね。共感力というかメンタライジング力。ああ昔やりましたね、はい、メンタライジングも。はい、はい、こういう人にはこう接するといいっていう、はい、のを理解して行動する。はい、NT 中心の人が多いんですかね。 M8 来る人たちは一般的な番組より視点が深いかもしれませんと。はい、まあそうですよね。このM8 はタイガーストーリーみたいなイメージで、動画でライブの切り抜き見ても攻撃力が低い気がしていますと。はい、そうなんですよ。はい、もうおっさんずラブですからね切り抜きは。1ヶ月ぐらい前に INTJ と ENTJ の人とオンラインで延々と会話したが、ほぼ哲学、自己理解、 AI の話で3時間があっという間だと。はい、あ、そういうのはすごいわかります。はい、はい、もうほぼ哲学ですよ。うん、だってもう、はい、結局飽きないんでしょうね、こういう話って。答えがないからですよ。哲学なんかもう何千年もずっともう答えが出てない話ですよね。ああだこうだ言い続けてる、はいはい、頭のいい人たちが。西洋哲学はそうですね、はい、アンチ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 で、はい、東洋哲学はそれが逆で、はい、一番初めの人が答えはあるって言って、はい、こうだみたいなざっくりもやっとしたものを言って、もやっとした答えを用意してそれはこうなんじゃないか、ああなんじゃないかってずっとやってる、永遠でやってる感じですね。はい、今韓国では MBTI 聞くのが一般的ですと。はい、ああまあ韓国ドラマとかでも出てきたりしますよね。なるほど、あなた何タイプみたいな、そこしか見てないですけど。なるほど。はい、あ MBTI だと思って。マウンティング取りたいなら僕だったら ENTJ って言いますからね。はい、あバレますね多分これね。バレるな。自分の血液型だって知らないのに MBTI なんて日によって変わるしハードルが高すぎますねと。え、滝くん血液知らないの？そのようですね。あまあでもいいのか、献血の時、はい、血液調べるって言いますからね。はい、で、まあ、調べたら分かったりする。はい、調べたら分かったりしますけど、ね、あはい、タイトルだけ、あタイトルがやっぱり弱いのか、内容は普段通りでいいような気がしますと。でもそうですね、一時的な効果に終わるかもしれないので、ブランディングとかマーケティングが必要ですよね、はい、やっぱり、はい、そういう言葉でまあなんかまあブログの書き方とかでも、昔よくブログ書いてたんで、はいはいはい、ブログの書き方とかでもタイトルこうなんかインパクトのあるタイトルつけて、はい、読ませないと始まらないっていう。で内容がなんか例えば MBTI の嘘みたいな感じにすると結構こう回ったりするわけじゃないですか、例えばですけど、はい、でっていう説がありますけどみたいな内容になってたりする。ああそうですね。はい、わかります。これはこういう、僕たちはこういう解釈ですみたいな、丸く収まってるみたいなこともあったりする。はい、はい、OK、そういうのも戦略的に考えるとはいやっていかないといけないってことですね。そうやった方が、まあ、見てもらわないと始まらないみたいなところはあるので。そうですね、こんなおっさんずラブ誰も興味ないですもんね。編集して、うん、まあだから中身も重要ではありますけど、はい、ペチさんは今エニアグラムやってきたら研究者ってやつでした。5ですね。5ですね、はい、統率者8ですね、まあ、5と8はつながってますからね、はい、で完璧主義者もこれ1ですね。1ですね。ああはい、だってまあ INTJ って言ってますからね、はい、まあ5だろうなとは思いますよね。はい、はい、みたいなのがエニアグラムです。はい、はい、エニアグラムが面白いのはこのタイプっていうのがつながっていて、はい、その健全な方向と、はい、不健全な方向があって、はい、その不健全な、今自分が悪い感じだなっていう時に、はい、その不健全なタイプの悪いところが出てる、はい、みたいなのがあって、そのエニアグラムで面白いシステムが健全度っていうのがあって、健全度が高まるとなんかもうタイプがないように見えるみたいな、統合していくみたいな、はいはい、でこの統合っていうのがポイントで、アーキタイプでも目指すのが統合なんですよ、はいはい、魂と自我の統合になると自己になるよみたいな、はいはい、ユングの言う個性ですね。研究者ならタイプ、そうですね。韓国の方のチャンネルで T と F の違いみたいな茶番劇が
すごく T に共感できて面白いのがありましたねと。あれ前多分動画でやりましたね。ああ、なんかやりましたね。あの、はい、ちょっとバカにしてって、はい、あ、バカにしてないけど、あの T の男性と T の女性がいて、はい、F の子がそんな言い方すんなよみたいなのをやるみたいな、はいはい、あれの日本人版もあって、はい、なんかその T の男性と F の女の子のあれ多分恋愛のリアリティショーなんですけど、はい、F の女の子が、まあ、この T に泣かされるみたいな、はい、で、あの、あなたはモテなさそうだみたいな、はい、っていうとそれはまああなたの感想ですからみたいなのを言われて、はい、もうそういう言い方がみたいなのをやってて、はい、苦しくなります僕は、はい、まあまあまあが出てきます、はいはい、まあ、ドラマですけどね。ドラマというか演技、演技なのか、はい、恋愛リアリティショーなので、まあそうですね、はい、どこまで演技なのかが分かんないんですけど、はい、過激なタイトルは嫌いですがそれに反応してついつい見てしまうっていうのはありそうですねと。そうですね、はい、MBTI はあくまで傾向だったり I と E の中間もあったりするのでそれで結果が変わったりするのかもしれないですねと、はい、まあ、中間って言いますからね科学的には。まあビッグファイブとかがそうですよね、はい、大体この真ん中に集まる、はいはい、真ん中の なだらかな、まあ、ベルカーブじゃないですか平均なので、あ、はい、べきではなく、はい、なのでこう真ん中辺に集まる、はい、真ん中辺が一番ボリュームゾーンだ。そうですね、はいはい、すいません魔術師まで行きませんでした。はい、なんかね僕これが悪い癖なんですよね。なんかあの悩みを相談しちゃうんですよね、はい、でもまあこれがチャンネルになるのかとも思ってるんですけどね。そうするともうちゃんとそういう、はいはい、ああそういうね、はい、そういうのをやり続けるってことですね。そういうのをやり続ける必要あるし、まあ、そういう魔術師なら魔術師をやる必要もあるしっていう、はい、そのブランドアーキタイプまでいかないと、はい、ブランディングできないじゃないですか困ったそれを参考にそうって言って始めてますからね、はいはい、ちょっと反省をしながら、はい、一旦全部ちゃんとやりましょう、はい、申し訳ございません。でも今日は一旦とりあえずこの、まあ、別の軸で、宇宙マーケティングというコーナーも立ち上げようとしています、はいはい、その一環として、まあ、人生に役立つマーケティングの知識ということで、はい、今日はポジショニング戦略の紹介をしつつポジショニング戦略が失敗している例を、はいはいはい、この1時間半にかけて、はい、皆さんに見ていただきました、はいはい、でこうやって見ていただくことで皆さんの幸せにつながればいいなと思っている、はい、幸せを何でしたっけ哲学幸せを哲学するチャンネルM8招待です、はいはい、どうぞよろしく、はい